それでは100の質問に答えながら優勝団登れるかチャレンジ、レッツゴー、行きましょう。桜が満開ですね。鉄さん、鉄さんもいます。すごい。満開っす。では、こちら、鳥居です。ここからスタートですね。では行きましょう。じゃあ、お待ちしております。はい。名前を教えてください。よっちゃんです。年齢は？16ですかね。誕生日は？内緒です。星座は？内緒です。ゲートは？内緒です。でも年いってるから、まあそこは皆さん頑張ってください。趣味はですね、まあ車がすごい好きですね。特技は何ですか？特技、走ることです。ていることは最近ハマっていることなんすかね。特にないです。まあ車っすね。身長は172っす。体重は教えないです。女子か。服のサイズは M か L ですね。サイズは27.5っす。起床時間は6時半から 6時から6時半ぐらいです。睡眠時間は何時間ですか？7時間ぐらいですね。1日何時間勉強してますか？やめた、落ちた、こっちだった。もう昔もうちょいやってたんですけど、最近2時間とかっすね。部活は何ですか？陸上部です。どんな職業に勤めたいですか？工学系か、まあ、医学系どっちかっすね。長所を教えてください。明るいことこですね。短所を教えてください。結構自分の思ってることしか考えてない時が時々ある。ちょっとそれはいけませんね。じゃあ自分はどんな性格だと思いますか？意外と傷つきやすい。待ちましょう。カメラマンさんがしんどい。じゃあ21個目の質問いきます。好きなブランドは何系ですか？何系？じゃあ服で。服？ファッション系。何かな。ブランドもんで攻めるというよりはコーデで決めたい方ですね、最近は。あ、でも靴はナイキが好きですね。なるほど。好きな国は？まあ行ってみたい国はパリ。パリ国じゃねえわ、イタリアか。フランス？
ですね。フランスですね。やばいやばい、バカバレ。好きなタイプ。男性でも異性でも。好きなタイプ。ここは気を使わない人。もっと教えてください。気を使わない人っていうのは、I don't have to ですね。まあね。ですね。次、好きなアーティストを教えてください。最近ユーリばっか聞いてます。ユーリの何の曲が好きですか？ドライフラワーとかくれんぼですね。なるほど。いい曲ですね。しんどい。やばい。好きなユーチューバー教えてください。意外、バンユンです。好きな芸人を教えてください。芸人ですか？サンドウィッチマン。あ、面白いですね。好きな曲は、まあドライフラワーとか、あと米津玄師。ちょ、あやたかが。えらい。米津玄師のレモンとかも好きですね。洋楽は聞かないです。あ、聞かないです、はい。好きな季節は冬。好きな天気は晴れ。好きなアプリはアスファルトナイン。好きなゲームはアスファルトナイン。好きな色は蛍光色。好きなスポーツは陸上。好きな果物は時によりますね。リンゴ。好きな食べ物はなんすかね。好きな食べ物、手羽元の煮物。好きな文様は模様。シャープなもんが好きです。模様なのか。好きな数字はじゃあ、失礼します。じゃあ、頑張ってください。いただきました。好きな数字は2と1と4とかそこら辺好きですね。好きな言葉はないです。これだけは誰にも負けないというもの。シャトルランの粘り力。信じられないエピソード。ないです。何回？163ですかね。シャトルラン。ドラマ見てないです。好きなアニメは何ですか？鬼滅っすね。好きな漫画は鬼滅っすね。今の髪型は2ブロです。高速アウトですね。今の髪色はクロス。こんにちは。こんにちは。はい。SNS はやってますか？やってます。 LINE とインスタス。好きな曲の系統は5号目まで来たんで、ちょっと一旦休憩ですね。50個目。今の50個目、いい感じですね。なんで言いました今。可愛い系攻めたいとか思うんですけど、可愛くないんで似合わないです。それがちょっと悩みっすね。えらい、三脚立てよう。あ、えらい。どうぞ。お顔出し NG なんでね、しっかりと。